タトラ KT4 タトラ KT4 この項目ではチェコスロバキアの KD タトラが開発した路面電車車両のタトラ KT4 のうちドイツのポツダム市電で使用されている車両について解説するポツダム市電は世界で初めてタトラ KT4 が営業運転に導入された路線であり2021年現在も近代化工事が施行された一部車両が営業運転に使用されている タトラ KT4 は、車両限界や曲線半径が狭い東ドイツを、はじめとした各都市へ向けて、KD タトラが開発した小型の二車体連接車で、ある。開発は1960年代後半から行われ、既存の車両を改造した試験用車両を用いた実験などを経て1973年に2両の試作車が完成した。PCC カーの技術を用いた車や、 制御装置などは量産車に引き続き採用された。一方、インダストリアルデザイナーのフランティシェック・カルダウスが手掛けた、側面にコルゲート加工が施された車体デザイン、運転台の設計など、量産車で変更された要素も、複数存在した。製造当初これらの試作車は800、8001、8002の車両番号が付けられていたが、ポツダム市電での導入にあたり1、1 例零にへの改版が実施された。プラハ市電をはじめとしたチェコスロバキアでの試運転を終えた後、二両の試作者はベルリン市電での試運転が予定されていたが実現せず、代わりにポツダム市電の路線を用いることとなり、1974年にポツダムへ輸送された後、翌1975年1月から試運転が開始された。歯車比の変更や、 終電装置の交換、二両編成による連結運転に加え、実際に乗客を乗せた状態での走行試験も行われ、それらが完了した10月からは、ポツダム市電の定期列車での使用が開始された。ただし当初は単独での運用であり、連結運転が始まったのは1982年からとなった。だが、施作者ということもあり、予備部品の調達に難が生じ、 1983年には、全小島を量産車と同一の丸型へ交換する改造が実施されたものの、ベルリン市電から量産車の譲渡が実施された結果、1989年をもって営業運転を終了した。その後、零々には部品取りよとして車庫に留置され1991年に解体された一方、零々一はそれ以降も長期に渡り放置状態に置かれたが、 1998年以降ベルリン歴史交通保存協会による大規模な修復工事が実施され、2001年のポツダム市電の新規車庫の完成披露式典に合わせて公開が実施された。以降はポツダム市電の動体保存車両の一つとしてイベントや団体輸送などに使用されている。試作車の試験実績を経て開発された量産車のうち、 ポツダム市電向けの車両は1978年から運行を開始し、1983年までに43両が導入された。さらに1989年から1990年にかけては、ベルリン市電で余剰となった80両の大量譲り受けが実施され、ポツダム市電に残存していた豪多車両製造制の車両を置き換えた。 ドイツ最統一以降も引き続きたトラゲー T4D はポツダム市電の主力車両として在籍し、1990年以降は2021年、現在まで続く緑色と白色を基調とした塗装への変更が実施されたほか、1992年から1995年にかけては乗降扉や座席の交換、終電装置の変更をはじめとした近代化工事が実施された。 しかし、1998年以降は、朝廷床電車への置き換えが進み、後日の通り海外への譲渡も実施された。2021年現在在籍するのは12両で、利用客の増加を受け2016年から2017年にかけて延命を兼ねた、再度の更新工事を受けた車両である。ただしこれらの車両についても2020年代中に、超低床電車への代替により、 廃車されることになっている。ポツダム市電から引退したタトラ KT4D のうち多くの車両はドイツ国外の各都市の路面電車への譲渡が行われている。ありがとうございます。